はいどうもかけじゅくじゅくの野村ですさあ今回は最初から天才なんていない「葛飾北斎波の奇跡」についてお話しさせていただきますということで、えー、葛飾北斎ね日本を代表するアーティスト浮世絵師ということで江戸時代中期から後期にかけて活躍した作家さんですね。 日本美術あんま詳しくないよとか興味ないよっていう方でも葛飾北斎は知ってる葛飾北斎はなんか日本の誇りだ大好きだって言われる方非常に多いそういう風な作家さんなんですね、えー、もうジャンルとかを飛び越えて年齢性別もすべて飛び越えて多くの日本人に今でも愛されているそれが葛飾北斎、えー、まその葛飾北斎の代表作っていうのが神奈川沖並浦 という作品になります。波を描いたビッグウェーブと言われるこの波を描いた非常にインパクトのある作品というのが我々の心を捉えてやまないそういう風な作品なんですね。一度見たら忘れられないというような衝撃的な印象を受けるそういう風うな作品で、日本だけではなくて海外でもこの作品というのは受け入れられてます。めちゃめちゃ人気があります。 私のねシンガポールの知り合いの外国人の方も「飾北斎」という名前は正直知らなかったけどもこの絵は見たことあるこの絵はうちの近くの店の T シャツ売り場の T シャツのデザインになってるぐらい見たことある大好きだ知ってるよ娘もこれ大好きなんだみたいな感じでね言われるぐらいね世界中で知り渡あの受け入れられ,てられてるっていうのがこの飾北斎の神奈川・沖浪浦まさに北斎の代表作と言われる作品なんですよ。 ただそう言うとこの神奈川沖波浦が北斎の波の表現のクライマックスだって思われる方もいらっしゃると思いますし、えー、最初っからこういう風な波の表現をしてきたんだっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども実はそういうわけではないんですよ。 飾奥斎というのは、まあ、18歳ぐらいかな、えー、から、まあ、画業絵の道に入って、えー、90歳ぐらいまで、ね、ずっと絵を描いてただから70年ぐらいキャリアがある中で、えー、この「神奈川沖波浦」というのは70歳ぐらいの時に出した作品なんですね。でそこに行くまでに実はね最初からこういうふうな「神奈川沖波浦」の形になってたわけではなくて実はねもうちょっと荒かったりしてたんですよ。 でえー、この「神奈川・大木波浦」を出してこれで完成形なのかなと思わしといて実はそうでもないんですよ。この70ぐらいから90までの間にも波の表現っていうのをいろいろ書いていって最終90歳ぐらいの時に「えー、到達点クライマックス」っていう作品を出してるというこういうふうな流れ軌跡があるんですね。 で、えー、今回はこの奇跡っていうのをね、えー、もうちょっと詳しくねご紹介させていただきたいなと思います以前ね、えー、北斎の4時間ぐらいの動画っていうので全画業をご紹介ということで北斎大研究みたいな感じで出してるんですけどもそこでもね波の表現っていうのは、えー、ご紹介してるんですけどももうちょっとだけ解像度を上げてね、えー、その時4時間の動画を出した時には、えー、僕もね知らなかったこととかってもあったので、えー、さらにそこだけ、ね、切り取ってブラッシュアップして今回ご紹介させていただきたいなと思います。えー、今回の動画をご覧 なっていただけますと北斎の波の表現をたど、えー、ることができますそうすることであ、最初から北斎っていうのは天才ではなかったんだずっと努力に努力を重ねて、えー、最後ああいう風な大化として、えー、今みんなに愛されるような存在になったんだっていうのが、えー、ご理解いただけると思いますぜひ、ね、最後までご覧になっていただければなと思いますそれでは早速いってみましょうはい、ではね早速見ていきたいなと思うんですけどまず最初にご紹介させていただきたいのが江ノ島春坊 という作品になりますそれがこちら はい、こちらが、えー、北斎が30代半ばぐらいの時に描いた作品ということで、まあ、江の島ですね、えー、そこのまあ春なんでしょうね春望なので、えー、を描いた作品ということで、まあ、1797年ぐらいの、えー、初期作になりますね、えー、波を描いたのでいうとこれが一番最初だなっていうふうな感じで言われてましてあの以前ね4時間ぐらいの動画で出した時はここがね落ちてたんですよ抜けてたんですよその後の作品が僕最初の初期作だと思ってたんですけどその前は実はここにあったんですね。 で、えー、これが最初の頃で楽観を見ると「北斎総理」とあるので、えー、葛飾北斎の総理時代いわゆる総理時代というふうな時に描かれた作品になります。はい,総理時代っていうのは葛飾北斎って一番最初は勝川派っていうあの派閥の浮世絵師のところに弟子入りし,たしてたんですよ。えー、勝川春っっていいう売,り売れっ子作家がいたんですね でそこで弟子入りしていろいろやってたんですけど師匠も亡くなって兄弟子にパワハラを受けてたので、えー、もうやめるわみたいな感じで、えー、独立したんですね勝川派から抜け出てまあ刃だったのか独立したのかそこら辺はちょっとあやふやなんですけども、えー、独立してやめてでリンパを勉強してる時に、えー、北斎総理まあ総理というのを俵屋、えー、総理という語を使ってたので、えー、そこら辺を総理、えー 時代と言いますだから勝川派から独立して自分のスタイルをね顔を確立していこうとしている時の作品がこちらの作品になります。はいでえー、この作品なんですけど波がね 低くねっていうね。低くね <laughs> いや、波なんですけど、なんかね、そんな大きくないなっていう感じなんですよ。だからまだまだね、えー、神奈川沖な、まあこの時に神奈川沖な三浦まで書いてやろうなんてことは多分考えてなかったと思うので、とりあえずでも波の表現をちょっと凝ってみようっていう風な感じでスタートさせたんだなと思います。最初はまだまだね、そんなに、あのー、凝ってるわけじゃなかったんだなっていうのが面白いなと思いますね。 で面白いのが、えーまあ、これ遠近法を取り入れてるところが面白いですね、えー、近景に人がいて実は中継にも人が描かれてるんですよ。でそのもっと奥の方に行くともう人棒になってるんですよ遠景の人棒になってるということで、ね、この使い分けがねめちゃくちゃ面白いなっていうのがこの作品の面白いところですね。 でこの構図の取り方って実はね北斎好きな人だったらねピーンとくる方がいらっしゃるかなと思うんですけどこれね実は後々転用されてるんですよこの構図の取り方ご存じありますかこれ分かるっていう方はねなかなか北斎通だなって思うんですけども、えー、この作品っていうのは後々描かれた作品肉筆画の作品で潮干狩図っていうのがあるんですよ北斎で。でその潮干狩図の構図が、まあ、ほぼこれに近い形。 えーまあ、ち,ょちょっと、ね、波の表現とかなくてちょっと変わってるんですけどでも構図とか位置とかは、ね、ほぼこれなんで、えー、あここから転用してこの潮干狩り図になったんだなっていうのが、えー、よく分かっていただけるかなと思います。でちなみにに言ううとこののり図っていうのは重要文化財になって まして北斎の中で重要文化財になってる作品というのは3点あるんですね。えー、り図と、えー、あとはニビジンズっていうのかな呼び方合ってるかどうかわかんないですけども、えー、この2つが、えー、まあ 最初に重要文化財になってて後々だったと思うんですけども日清ジョマズっていうのがえ加えられて合計3点重要文化財になってるうちの一つがこの潮干狩図ですね、まあ、そこにえ転用された一番最初の構図の方画っていうのがえこの江ノ島春坊という形になります、はいね、まだ30代半ばからスタートしたえあの波の表現ですけどまだまだえーペーペーの段階だったんですねでそれがじゃあ次どうなったのかっていうのを見ていきましょう。次がこちら はい、こちらが神奈川沖本木の図ということで、えー、描かれたのが1804年から1807年頃にまあ描かれた作品じゃないかなということで、まあ、北斎40代後半ぐらいの時になりますね。 メタボーな。まあ、最初のね、えー、さっきの作品よりかは、ちょっと波の高さは出たので、すごいビッグウェイブっぽくはなってるんですけど、ちょっと荒いっすよね、えー。まだメタボチック というかえー、波のこう白波のところもなんか髪の毛みたいにテンパみたいになって、ね、な,んかなんかあんま迫力ないなっていう感じですし船もこのビッグウェーブに揺られてるんでしょうけどなんかそんな揺られてる感あんまないなっていう感じですけど、まあ、イメージ的にはこの神奈川沖波浦のことを描くアイデアにはなってきてるのかなっていうのが分かる、えー、面白い作品ですね。 でこの次にご紹介させていただきたい作品もだいたいまあこの時期ぐらいに書かれた作品じゃないかなという作品になります。だから1804年から7年ぐらいの間にまあ書かれた作品じゃないかなというのが、えー、次の作品こちらです。はいこちらの作品が、えー、押し送り波鳩通線の図。 とということでなんかもうどこで区切ったようわからん作品名前になりますけどね、えー、こちらはね「えー、押し送り」っていうのがあるんですよ「押し送り」「押して送る」って書いて「押し送り」で「で波頭」っていうのは「波」のことですね「波」で「で通船の図」っていうのは通「通船で」えー「通船」で「通う船」って書いて「通船」。 だから押し送り船というのは船のことなんですね小型の船で特急便みたいな感じであの魚とか海産物とか取れたのを急ぎで運ぶための船のことを押し送り船 っていいうらしいんですよまあ今で言うと、えー、赤棒みたいな感じ。あの、車ね。車の陸、陸ですけども、赤棒って、えーまあ、とにかく、とにかく急がなあかんっていう荷物を、佐、え、川、ー、とかそういうのをまとったら、定期便で来るのをまとったらあかん。もう、もうとにかく、この荷物だけ、急ぎで届けてくれるための、えー、トラックが必要やっていう時に呼ぶのが赤棒っていう、もうその、えー、スペシャル便みたいなのがあるんですけども、それから値段めっちゃ高いよみたいな、そういうふうなイメージの、えー、船バージョンが、 この押し送り船っていうのがあったらしいですねだから、まあま、えー、急ぎでこの海産物とか鮮度が大事やから、えー、届けなあかんっていうので荒、えー、れ狂う波の中でも、えー、命がけでもこう 飛び出すぜみたいな感じで海に出る船っていうのがこの押送り船それを描いているのがこのし送りり通船の図になりますねさっきの作品と比べてまあ色が入ったのでまあまあちょっとなんかね神奈川沖波浦にすごく近くなったかなんで向きもね神奈川沖波浦と一緒になったのでなんかなんかあの雰囲気伝わってくるなって感じなんですけどやっぱりこのメタボな波なのでまあまあまだまだちょっと荒いなっていう感じですね。 でえー、前の作品でも今回の作品でも船が出てますけどこれがまあ押し送り船ということでまあ押し送り船というのか,ね読むのかなちょっとごめんなさい船か船か,かんごめんなさい分かんないですけどもえこの船がえ波に揺られてるよっていうのも描かれてるんですけどまだねちょっと臨場感というかえ神奈川沖波浦の方までは行ってないんだなっていうのがえまだ途中段階っていうのはよく分かる作品かなと思いますね。まあ、面白いいですよね、あのー、まあここらら辺から神奈川沖並浦のイメージはだいぶこうついてきて生まれて 来てたんでしょうけど技術の方がついてきてないっていう段階だったんですね北澤のすぐ葛藤が見て取れるなっていうのが、えー、面白いかなとで次どうなったのかっていうと、えー、こちらはい、えー、こちらが親切弓張り好きっていう作品の中の一、えー、コマになりますねはい、えー、親切弓張り好きっていうと、えー、読み本 と呼ばれるものになります、はい、読み本の、えー、一種ですね、えー、読み本っていうのはまあ簡単に言うと小説です大人向けの小小説説結構満開な、えー、小説になにりますその物語小説の物語に合う挿、えー、絵を描いてたのが北斎ということでこの時はね結構北斎っていうのはいろんな小説家とタッグを組んで、えー、いろんな作品を描いていくという形になるんですよ。 というのは、えー、この時前までは結構いろんなね、えー、もうちょっと小説じゃなくてライトノベル的な、えー、もうちょっと楽しいようなものの挿絵とかいっぱい書いてたんですけども、えー、浮世絵って江戸時代のこの時期ぐらいになってくると、風紀を乱すもんだみたいな感じで、えー、結構吊るし上げの対象になっちゃったんですよ。もうそんな贅沢で、なんかね、あの風紀乱すもんを作るなみたいな感じで、結構取り締まられる人とかが出たり、えー、まあお金、財産募集だみたいな感じでされちゃう人がいたりとかでね。 結構厳しい中でそういうのを食らわないようにするために大人向けの小説の挿絵だったらいいでしょちょっと勉強にもなるし学問的にもいいでしょうみたいな感じで読み本というものはそういうふうな対象から逃れることができたということでこっちに力を振って描き出したというふうに言われております。でいろんな小説家と、えー、北斎っていうのはコラボをしてたんですけどその中で一番有名なコラボ相手っていうのが極低罰金 という作家家さんんにになるんですね小説家になりま,すまあこれ、あのー、極低罰金って言われたり滝沢罰金って言われたりね、まあ、いろいろ呼び方はあるんですけども、まあ、この2人で、えー、コンビでいろいろなヒット作っていうのをいっぱい描いていく中で、えー、めちゃめちゃ有名なヒット作っていうのがこの「鎮接弓張月」という作品になります。 でまあ、描いたのが1807年から1811年にかけて、えー、刊行された作品ということで、えー、源のためと朝っていう、まあ、武将がいるんですけども、まあ、弓の名手のね武将がいてそれが、えー、琉球王国を再建するための、えーまあ、冒険物語みたいなそういうふうなストーリーの、えー、話なんですよ。そそれをを内、えー、内容容が、ね、結構難しいのでそので こう読み手に、えー、イメージさせるための絵っていうのが必要になってくるんですよ小説ばっかりだとねあの字読めない人もいっぱいいるので北斎の絵があることであこういうことが言いたいんだこういう情景なんだっていうのがよりリアルに楽しめるっていうそういうふうな意味、えー、役割を果たしたのがこの北斎の挿絵なんですよ。で結構ののこだわりっっていうのも強かたたみたいで、えー、結構指示が来てて「お前の絵をもっとこうしてくれよ」みたいな感じ「これじゃ伝わらねえよ」みたいな感じで結構北斎とちゃんちゃんバラバラしてこの 無理難題を実現するために結構北斎も、えー、技術を磨いていったというふうに言われております。でそんな中で、えーまあ、生まれたのがこちらの「親切忌み張り好きなんですけどもここの波の表現っていうのがね結構 この、えー、白波のところがね人の手みたいになってるじゃないですか結構細かく細かくさっきのねあのー、メタボの波と比べたら結構シャープにこうね動く動きが出てくるようになったということで、えー、ここら辺で、ね、結構ね確定馬金のスパルタ教育によって北斎の波の表現っていうのはだいぶパワーアップしたんだなというのがよくわかるかなと思います。 で、えー、次の作品なんですけれども、えー、次の作品っていうのは、この極低馬巾とゴールデンコンビ組んでたんですけれども、分かれるんですね。なんか喧嘩分かれしたのかもしれないと言われてるんですけど、まあ、真相は分かんないんです忙しかったのかもしれないですけども、分からないんですけど、分かれて、その後に、えー、北斎っていうのは、えー、読み読本じゃなくて、絵手本というものを発行していく形になります。絵手本に、て、えー、こう、注力して作品を出していくという形になります。この絵手本っていうのは何なのかっていうと、 あのまあ、簡単に言うと教科書ですね、えー、この頃になってくると北斎っていうのは弟子がたくさんんいたたですよ、うん、ただ弟子がたくさんいるんですけど全員に教えてあげることってできないんですねで特に北斎は別に一問ね、えー、こう従えて何かでっかいプロジェクトに当たろうとかいうよりも自分で自分の画道をちゃんとこう精進して自分の道を切り開きたいっていう人なので忙しかったんですね。 の中で、弟子のこうね、えー、添削をずっとするわけにもいかないなっていうことで、えー、ね、まあ、北斎の弟子って東京だけじゃなくていろんなところにもいたので、そういう人たちのためにも、えー、通信教育をするための教材を作ろうっていうことで生まれたのがこの絵手本だったんですよ。だから、まあ、北斎の書き方を、えー、こう使いたやつ、いっぱい、もう、本説丁寧に書いた絵手本というのをいっぱい種類を作って。 でそれはまあ、はい、浮世絵なんで版画なんで大量生産して弟子たちに配ればこれ通り描けば、えー、お前も北斎のような絵が描けるわしのような絵が描けるだから、えー、この本を読んでしっかり勉強しろみたいな感じで、えー、あの通信教育をするというふうなために生み出されたのが絵手本その代表作っていうのが、えー、北斎漫画という作品になります次ご紹介させていただきたいのがこの北斎漫画になります。それがこちら <music> はいえー、北斎漫画のこれは1817年に出版された第7編に載っている阿波の,鳴門の渦潮ですね、はいえー、北斎が58歳の時の作品になります。で ここら辺になってくるとね波の渦の部分だうねりの部分っていうのも綺麗に表現できるようになってさっきの「鎮接弓張り図」っていうのはこの波の頭の部分っていうか白波の部分が、えー、すごく細かく細かく描かれるようになったねっていう,こうパワーアップが見えたんですけども今回の北斎漫画はこのボディーの部分、えー、青い波の部分のうねりっていうのがすごい躍動感が出てこうくる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 うねってるっていうのを表現できるようになったんだなっていうのが、えー、わかるかなと。だからここら辺でね 白波とこのうねりがこうミックスされることによって北斎の波の表現っていうのはどん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 こう確立していったというふうな形になるんですよ。でこの北斎漫画1817年を超えて次に出されるのが神奈川・沖岐浪浦になります。それがこちら はいこちらは「富岳三十六景」という作品シリーズの中の一つの作品ですね、まあ、富士山の作品連作シリーズなんですけどその中の一つがこの神奈川沖弥裏ということで1831年から33年なので72歳から74歳の間の5日で描かれた作品だっていう形になります。 この絵がねさっきもう冒頭でご紹介させていただいた、えー、世界のビッグウェーブですよ世界のビッグウェーブはい。北斎を知らなくてもこの波は絶対知ってるという作品になりますね今現在の日本のパスポートのデザインにもなっていると思うんですうちのちょうどねパスポートを切り替えで最近行ったんですけども あのー、この「波の表現」のやつにしてたと思います。と、はい、いうぐらい、まあ、本当にねこの「神奈川沖浪浦」に関するエピソードというか逸話をね上げ出したらねもう毎距離いとまがないというぐらい山ほどあるのでここでは一個一個はもう紹介しないですけれどもまあ本当にね世界中で愛されてる、えー、波の表現波の作品というのがこちらの「えー、神奈川沖浪浦」になります。で、えー、冒頭言いました通りこの「神奈川沖浪浦」が北斎の「えー、波の表現」のクライマックス。 というわけではなかったんですよ、えー。この先があったんですね。その先が、えー、クライマックスになります。それがこちらの作品です。はい、こちらがお波と目波という二つで一つの、えー、ドトーズという作品になります。これが北斎の波の表現のクライマックスになります。完成形になります。で、このドトーズっていうのは今までご紹介してきた作品と大きな違いがあります。それは何かっていうと。 肉質画っていうことなんですよ、はい、今までご紹介してきたのは擦り物だったんですね浮世絵の中でも擦り物「すりもん」浮世絵っていうのは絵を描く人がいてそれを半、えー、木で彫る人がいてでそれを、えー、版木をする人すって作品として大量生産する人っていうこの3人で、えー、1つの作品が生まれてくるっていう形になるんですよ。 で今までの浮世絵の版画北斎、ね、の波の表現の作品というのは全部そういうふうな三人体制で生み出されてきたものであるのに対してこの「土頭図」っていうのは肉筆画なので北斎一人でずっとこう描きつったという作品になります。 北斎っていうのは、えー、神奈川沖浪浦を出した、えー、72歳から74歳ぐらい「まあ、富岳36景」出してたぐらいからしばらくはね版画シリーズの、えー、浮世絵っていうのを出してたんですけどもそんなに経たない数年の間で、えー、あんまりねあのシリーズもの版木を彫ってす、えー、り物という、まあ、通常我々が浮世絵と言われて考えるようなイメージするようなものっていうのは、えー、あんまり作らなくなっていたんですよ。そのの代わり肉質画の方に注力して 売ってい実は、えーこ,ねまあ、これ何でなのかっていうといろいろ諸説あるんですけども一つにはあのさっき言った、えー、浮世絵の版画の場合は一つの作品を作るのに絵師がいて彫師がいてり師がいて3人の共同作業になってくるんですね。 ってなると自分がこういう表現をしたいって言っててもすり紙と彫り紙の技量によっては再現できないっていうようなことがあったりするわけなんですよ。 でえー、自分がこんだけ手繰ってる絵をめっちゃ作り上げてきたって言ってもホシ、えーとかがいや「北斎さんそんなちょっとねえぐい堀はできないんでもうちょっと簡略化してもらえないですか?」みたいな感じで言われたら北斎さんからすると「いやいやお前俺の100%ちゃんと表現してくれよ」とか言う気になるじゃないですか。っていうので結構ねあの三人体制っていうのに結構限界を感じてたんじゃないかとかも言われたりさらに言うと浮世絵作るのには版元っていうプロデューサーみたいな人がいるんです このプロデューサーがお金を出して売れる絵をあの自分のお金をはたいて作,り作るんですよ最初初期投資するわけなんですよ。で当たる絵を作って描かして掘らして作り上げてで売って初めて回収できるっていうそういうふうなポジションが版元っていうか形になるので当然版元は売れる絵を描きたい売れ線を作りたいっていう形になるので絵師がこれを描きたい芸術家として俺はこれを描きたいって言ってもいやその罠お前のエゴで別に売れへん からえー、それよりも売れ線の、えー「富士山の絵描いてくれ」って言われたら、えー、富士山の絵を描き続けなければいけないということで絵師としてはね自分のこう描きたいものっていうものに注力してできなかったっていうのもあって。 でそれだったら肉筆画の方が、ね、自分の思った通りに、えー、一点一点最後もうね、えー、こう納得いくまで描き切ることができるから俺は肉筆画を描きたいね版元のね、あのー、売れ筋の絵を描いてくれとかいうことも気にせずに自分が描きたい思ったものを描きたいっていうふうなことに、えー、触れることができるということで「後年北斎」っていうのは、えー、肉筆画の方に傾倒していったんじゃないかというふうな流れがあって、えー、まあ結構後年っていうのは肉筆画が増えていきます。 でそういうふうな流れの中で生み出されたのがこの尾波と目波なんだよっていうことなんですよ。で、えー、まあ俗に言うねこれ「オ布施時代」という北斎の晩年の「オ布施時代」という時代の時に、えー、書かれました。はい、布施時代っていうのは、えー、長野県にね「お布施」っていう地域があるんですよ。 でそこに北斎っていうのはこう晩年は結構旅行に行くんですね。で長いこと滞在してでまた一回江戸に帰ってまたお伏せに行ってっていうことで合計行ったり来た,たり4回ぐらいしてたというふうに言われております。ね えー、でお伏せに、まあ、パトロンがいたんですね北斎の弟子でありすごい、まあ、お金持ちのボンボンがおってそこに行ったら、えー、用をしてくれたと「北斎さんよく来てくださいました先生よく来てくださいました」したみたいな感じでで、えー、絵の具とかもいっぱい用意してくれて描きたい放題自由に描けるっていうのでよくお伏せの方に行ってたと。でこの当時の江戸っていうのは天保の改革があって結構ねまだあの統制が厳しかったんですよ浮世絵に対する。っていうのもあって北斎的にはなんか江戸はやりにくいなみたいなのもあったから。 オ布施の方に行ったんじゃないかというふうに考えられていて、まあ、よくオ布施の方に行ってた中でえ生み出したのがこちらのととということなんですねでそのオ布施のえなんか祭り屋台っていうのがあるんですよまあ屋台祭こしみたいな感じなんかなの天井岩に描いたのがこちらの作品という形になります。 でこれ、ね、あのー、画像で見るとねあんま大きないようなイメージになるんですけど結構でかいんですよ。えーね、1 1 8ンチぐらいの四方の作品なので結構ねめっちゃでっかい作品になるんですよ。だから現物見たらおおって迫力が出るような作品になります。 でまあね、作品の方を見てみるとまあ本当に細かいなっていうもうここグラデーションがすんごいこう綺麗ですよね青のグラデーションもすごい鮮やかですしこの波の手の表現とかもう当に彫りじゃなくてこれ全部肉質なんだよねもう筆の一本一本のこう微妙な曲線とか力加減っていうのがね全部躍動感につながってるっていうのがまあ素晴らしいなと。でまあ、こののの水しぶきの、ね、5分の 白い絵の具の飛び散り方っていうのも北斎が自分でこう考えてねやってると考えたらああここまで細かく細かくやったのかっていうのがすごい分かってあここまで来るとクライマックスっていう感じですね。だから まあ、イメージ的には、えー、北斎のちょっと前ぐらいに京都で活躍した伊藤若冲っていう、まあ、これまた、あの、別格の天才絵師がいたんですけども、その伊藤若冲の、えーまあ、代名詞的な作品っていうのが、同色斎家っていう作品になって、めちゃめちゃ細かく濃密に、もう本当に、もうすんごい、 日が遠くなるような作業で細かく細かく描いたっていうのが同色彩絵なんですけども、えー、それとまあ通じる部分があるかなっていうのがこの尾波女波の波の表現かなと思いますね。多分この波の表現っていうのもめちゃめちゃ細かく細かく考えながら考えながら北斎っていうのは描いたんじゃないかなというところでなんかこうね先人の伊藤若冲をもう超えてやるぜっていうような気概をなんとなく感じるさすがこだわり抜いた絵師だなっていうのがわかる作品かなと。で現在まあこの おなみめなみっていうのはオブセの方の北斎美術館かなそういったところに保管されているというのでオブセの方行かれたことがある方はぜひご覧になっていただければなと思いますこれがまあ北斎芸術の波の表現の最後ラストになります はい。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、波の表現ということで、最初から最後までこう見てきましたけど、まあ、やっぱり最初と最後は全然違いますね。あの、最初はなんかもう、波かっていうふうな、なんだか、フワッフワッぐらいしかね、えー、こう、波が立ってなかったのが、最後はあのトルネードの、トルネード波が、こう、デバって出てる部分のところまで、え描くようなようになったというか、この変化を見るのがね、めちゃめちゃ面白いなと、奇跡を見てみると、え北斎の奇跡も辿ることができて、非常に面白いんじゃないかなと。 で一つ言えるのはやっぱりねたゆ、えー、まぬ努力っていうのが大事なんだなと、えー、天才っていうのは最初からいるわけではないよと北斎といえども最初はまだまだ全然ペーペーの頃から始まって努力に努力を重ねてどん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 頑張って最後の,あの超大作おみ目波にまでいったんだというふうに考えたらね、えー、我々っていうのも、えー、最初から天才になれるわけではない、えー、努力一つ一つの積み重ねによって、えー、いろんなことができるようになるんだそれを、えー、示してくれてる、まあ、一つの、えー、いい例じゃないのか かなと思いますね まあこの掛け軸塾っていうのもえ一つ一つちょっとずつちょっとずつで大きくなっていて今現在では登録者数が2,600人ぐらいにまでなってきたのかなもう少しで3,000人届くっていうところなんですけどもえこれもえ一足飛びにね3,000人にいったわけではなくてえ最初は1人2人ぐらいが始まってね10人20人どんどん増えていってえやっとちょっとずつ増えていって今現在まだえ形になったということでえまだまだね私もこの掛け軸塾どん,どんどんどん情報を発信していってえこの日本美術を 語る、えー、紹介する、えー、一つの大きなチャンネルとしてね、頑張って育てていきたいなと思いますので、えー、応援していただけると非常に嬉しいなと思いますちょっとでもね、えー、この動画がいいな面白いなと思っていただいた方ぜひ、ね、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいなと思いますいいねボタンコメントなんかいただけますと、えー、やりがいに繋がりますのでどうかよろしくお願いいたします、えー、このチャンネルをぜひね、盛り上げていって日本美術ファンが、えー、日本美術を楽しむことができるそんなチャンネルにしたいと私は思っておりますそれでは今回もどうもありがとうございました お疲れ様でした。